な夜、化け物が人間を食おうと誘ってくるんだ。俺が盗賊だった頃、夜中突然コンパスが狂い出してよ。大丈夫、それは鉄の交渉の影響だ。ガッツはなんでそんなに大きい剣を使ってるの？重くて大変でしょ。ガキの頃から振ってたからな。子供にしちゃ体の大きさぐらいあるやつをよ。そうなんだ、俺には真似できないよ。偵察とか何か作ったりする方が俺向きかなって。大将首いただくぞ。始まりだ、行くぜ。お前の活躍楽しみにしているよ。俺様に任せとけって。一緒に頑張ろうね。してるぜ、お前。こっちが有利なようだな。
だいぶ稼がせてもらったぜ。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わかったよ、隊長やりゃいいんだろ。やりゃすごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか、一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。な、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい隊長、精一杯頑張りますんで。